眠りの壁の彼方に。著、H、P、ラブクラフト、訳、ザ、クリエイティブキャット。私は夢の何たるかに思い至った。シェイクスピア。果たして大多数の人類は、時として巨大なものとなる夢の重要性と、それらがやってきたるところの薄明の世界について一度でも立ち止まり、熟考したことがあるのだろうか。私はこれまでしばしば、これをいぶかってきた。夜ごと訪れる幻は多くの場合、フロイトの幼稚な象徴主義とは反対に、目覚めた間の経験をぼんやりと、異様な形で反映しているに過ぎぬのだろうが、通常の解釈を拒む、俗界を超え天上的な性質を持つものがなくはないのだ。また、心の平穏をそれとなく揺さぶるようなものもあり、肉体的な生活に勝るとも劣らぬほどに重要でありながら、通り抜けがたい壁によって肉体的な存在から隔てられた精神的な存在領域のことをわずかに別件させてくれるのだ。そう、人は地上の意識を失っている間、もう一つの非肉体的な生命界を旅している。自らの体験から、私はこのことを疑うことができない。その生命は我々の知る生命とはかけ離れ、目覚めた後まで残るのは最も矮小な、最も不明瞭な記憶に過ぎぬ。ぼやけて断片化したこれらの記憶から証明できるものはほとんどないにせよ、多くのことを知ることができるかもしれない。夢の中では、生命、物質、生命力は地上において知られるごとくには一定と限らず、時空にしても我々の覚醒時の自意識が把握するような形では存在しないと考えうる。時々私は信ずるのだ。かような、より物質的ならぬ生活こそ我々の真の生活であり、地上における虚しいあり方など二義的かつ仮初めの現象に過ぎないのだと。1900年から1901年にかけてのとある冬の日の午後に私が得た着想は、若者らしい、この手の推測だらけの空想が元になっていた。その日、州立精神病理研究所でインターンとして働く私の前に一人の男が運び込まれ、次来私の中にいつまでもまつわりつく症例をもたらしたのだ。男の名前は、カルテによるとジョー、スレイターないしはスラーダーといい、その外見は典型的なキャッツキル産地住民のそれだった。そこの住民たるや、大昔の植民地時代の田舎農民が山の中に立てこもったまま3世紀近く孤絶し、その末裔が一種の野蛮状態に退化していったという、異様かつ嫌悪感を催す連中だった。もっと人口中密な恵まれた地域に住んだ兄弟たちはこんな対抗を見せず、むしろ前進していったのだが、この手のイカれた住民たちは南部の白人のクズに相当する共柄であり、彼らの間には法も道徳もなく、全般的な精神状態は、おそらくアメリカ原住民のどの種族にも劣るに違いない。ジョー、スレイターは非常に危険な性格だということで、4名の州警察官の厳重な警護下に連行されてきたのだが、私が初めて目にした時点では粗暴性の証拠は一切見られなかった。中肉中背というよりはだいぶ良い体格。そこそこ強壮な骨格。それでも彼は、眠そうにしょぼついた小さな青い目と、カミソリを当てたことのない伸び放題の黄色い髭と、無気力にしだれた厚い下唇のせいで、無害な低能者に見えた。親戚筋には家族の記録も恒常的な家族の絆もなく、彼の年齢は不明だったが、額の交代具合や歯の痛み具合からして、外科部長は40歳前後の男性と記入した。診療録と法廷の審議録から、私たちはこの症例について集める情報をすべて学んだ。この男は放浪しながら罠をかける漁師で、原始的な仲間連中から見ても変人だった。夜、床につくと通常より長く眠り、しばしば、起きがけにわけのわからぬことを奇怪な様子で話すので、想像力を欠く住民たちの心中にすら恐怖を巻き起こした。それは決して常ならぬ言語形式のためではない。周囲で用いられている野卑な方言以外のものは話さなかったからだ。
それはつぶやく声の調子と内容とが持つ謎めいた奔放さのためであり、不安なしに聞けたものではなかったのだ。彼自身も総じて聴衆と同じく恐怖し当惑しており、目覚めて1時間後には話した内容を、あるいは少なくともそれを語らせたのが何者かをすべて忘れてしまい、他の三人同様の鈍重で半ば善良そうな態度に戻っていくのだった。年を取るにつれ、スレイターの寝起きの気候は次第にその頻度と程度を増していき、当初に来院する約1ヶ月前、とうとうショッキングな悲劇を引き起こし、その結果当局に逮捕されることとなったのだ。ウイスキーを飲んだくれて眠りについたのが前日の午後5時頃、明けてもう昼時という頃に、スレイターは獰猛なうなり声を上げながら矢庭にむくっと起き上がった。その方向があまりに恐ろしく地上のものとは思えなかったため、彼の小屋、汚さと言ったら豚小屋並みで、本人並みに曰く言い難い一人の家族と同居していた。の近所の家から数人が詰まってきた。雪の中に駆け出し、腕を振り上げ、まっすぐ空中に飛び上がろうと繰り返した。その間中、何としても、天井も床も壁も輝き、遠くから異様な音楽が響き渡る、巨大な部屋、に到達するのだという決意をわめき散らしていた。結構な体格の男が二人がかりで押さえつけようとしたところ、彼は狂ったように怪力を発揮してこれに歯向かい、光、震え、笑う何者か、を見つけて殺さねばならぬと叫んだ。いきなり一撃を浴びせて拘束者の一人を打ち倒すと、ついに彼はもう一人の上に飛びかかり、血に飢えた者の悪魔的歓喜を見せながら、恐ろしい声で、空高く飛び、邪魔する者はすべて焼き尽くす、つもりだと叫んだ。家族も近所の者もパニックを起こして逃げ出してしまい、その中でも肝の据わった人たちが戻ってみると、スレイターはすでに去り、その後に残ったのはなんだかわからぬパルプ状の物体だった。ほんの1時間前には生きた人間だったのに、山の住人の誰一人としてあえて彼を追おうとする者はいなかった。そのまま凍死してしまえばいいと思っていたのだろう。だが、数日経った朝、遠くの谷から彼の叫び声が聞こえ、どうやってか彼が生き延びてしまったこと、どんな方法でもいいからそいつを排除する必要があることを住人は理解した。そこで武装した山狩り隊が編成された。めったに好かれることのない州軍の兵隊どもが、たまたま彼を見かけて追加した。山狩り隊がこの兵隊たちに出会った後、隊の目的は、それが当初どうであったかは奥として、保安官の捜索隊に引き継がれることになった。3日目、スレイターは木のうろの中で気を失っているところを発見され、一番近い牢屋に入れられた。彼の意識が戻るとすぐに精神科医がオルバニーから呼び寄せられ診察に当たった。彼が医師たちに語ったのは単純な話だった。ある午後、日が落ちた直後に大酒を飲んで眠り込んでしまった。目が覚めてみると自分の小屋の前の雪に立っていて、手は血だらけ。足元には隣人のピーター・スレイダーがぐちゃぐちゃの死体になっていた。怖くなって森の中に入った。自分が犯したとしか思えない犯罪の光景からなんとなく逃げ出したかったからだ。それ以上のことは知らないようで、経験豊かな専門家の質問によっても、新たな事実は何一つ浮かんでこなかった。その晩はおとなしく眠り、翌朝目覚めた時も、若干の表情の変化はあったものの、それ以外の異常な様子は見られなかった。患者を監視していたバーナード医師は、青白い目の中に奇妙な色が現れた気がすると言っている。また、緩んだ唇が見えるか見えないかくらい引き締まり、何か知的な決意をしたかのようだったと。だが、問診されるとスレーターはいつもの間の抜けたい仲間に戻ってしまい、前日に言ったことを繰り返すだけだった。最初の精神発作が起きたのは3度目の朝だった。睡眠中、何か窮屈そうな様子を見せた後、いきなり狂乱状態になった。怪力を発揮し、拘束医に押し込むのに4人がかりだった。精神科医は家族や隣人による暗示的ではあるがひどく矛盾し一貫性のない話に好奇心をかきたてられていたため、
彼が発する言葉に鋭い注意を向けた。スレーターは15分間、上を向いて山の方言丸出しで泡を吹きながらわめきたて、光の大伽藍のことを、宇宙の大海のことを、異様な音楽のことを、影を置き山々と谷間のことを語ったのだ。だが、主たる話の題材は何らかの謎めいた燃え上がる存在。彼を揺すぶり、嘲笑し、愚弄する存在のことだった。この巨大で曖昧な人格は、彼に対し恐怖の悪事を成したのであり、そやつを見事討ち取ることこそ彼の思考の願いである。に到達するために俺は虚無の深淵を飛び過ぎ、進路を邪魔するものがあれば一つ残らず焼き尽くしてやる。と彼は言っていた。ひたすらこんな演説をぶった末、全く突然に彼は黙った。狂気の炎は両目から消え、どうして俺は縛られてるのかとだるそうに質問者たちの方を向いて聞いた。バーナード医師は革の留め具を外してやり、夜が来た時、暴れないようにこれを着なさい。あなたのためですよ。とうまく丸め込んで着せてしまった。今では男は、自分がどういうわけか時々おかしな話をしていることを認めていた。一週間のうちにさらに二度発作が起きたが、医師はそこからほとんど学ぶことがなかった。文盲であり、また伝説やおとぎ話を聞いたことがないのが明らかだったので、彼の華麗な想像力については何とも説明しようがなかった。その源泉が基地の神話や物語ではないことは、その表現手法が不幸な狂人本来の単純なものでしかなかったという事実から特に明らかとなった。彼は自ら理解も解釈もできない内容をわめいた。自身に体験したと主張するもの、通常のあるいは関連する物語から学んだはずのないものだ。直ちに精神科医たちは問題の根源は異常な夢にあるということで合意した。夢の鮮明さがしばしの間この基本的に劣った男の覚醒時の精神を完全に圧倒したのだ。スレイターは殺人の咎で叱るべき法廷にかけられ、精神障害のため責任能力なしとして施設に送られた。それこそ私が哀れな職を得ているこの精神病理研究所だったのである。私がこれまで夢の生活について試作を重ねてきた点はすでに述べた。そこから、この新刊に関する全事実を確認した後どれほどの熱意を持って私が研究に努めたかお分かりいただけるだろう。彼は私に傍下の親近感を持ったようだ。隠しきれない興味や穏やかな問診の姿勢によるものに違いない。発作の間、私は息を呑んで彼の混乱した。しかし宇宙的な言葉の世界に聞き入っていたのだが、それを彼が認識していたということではなく、発作が静まっている間に私を知るようになったのだ。そんな時よく彼は格子のはまった窓の傍らに座っていたものだった。二度と戻らない自由な山の生活に思い焦がれていたのではないか。家族の面会は耐えてなかった。堕落した山人の流儀で他に当座の家長を探し当てたのだろう。徐々に私はスレイターが抱く異様で狂気じみた考えに圧倒されるのを感じるようになっていった。本人は精神においても言語においても哀れなほど下等な男だった。だが、その大いなる輝かしいビジョンは、夜比かつ脈絡を書くジャーゴンで語られてはいるものの、例外的なまでに卓越した頭脳だけが着想しうることが明らかだったのだ。私はしばしば、自問したものだった。いかなる次第で、堕落したキャッツキルの山猿の持つくすんだ想像力が天才にのみひらめくであろう情景を喚起し得たのであろうか。いかにすれば、未開の森に住む愚物の誰か一人でも、スレイターが彼のすさぶる幻想の中でダボラを吹きまくるところの、天なる光と空間よりなるきらめく領域のことに思いを呼び得るのであろうか。私はますます信念を募らせていったのだ。私の目の前で卑屈にへつらうこの哀れな人物の中に、あるものの歪んだ核が潜んでいるのではないかと、私の理解を超えた何か、私より経験を積んではいても想像力の貧困な医学と科学の同僚たちには決して理解し得ない何かの。だがなお、この男からは何一つとして確たるものを引き出すことができずにいた。私が集め得たのは全てが人跡未踏の知られざる領域。スレイターが半ば非身体的な夢の中でうろつい浮遊した輝く広大な谷の、
草原の、庭園の、都市の、光の宮殿の話だった。そこでは彼は野人でも愚物でもなく、生き生きとした要人だったのだ。プライドを持って自ら動き、止めるものといえばある恐れるべき敵のみだった。それは目には見えるもののエーテル的な構造からなり、人の姿をしていないらしかった。というのもスレイターは決してそれを人間とは呼ばず、もっぱらものとしか呼ばなかったからだ。このものはスレイターに何かおぞましく名状しがたい悪事をなした。スレイターが、仮に彼が編集教だとして、編集教的に報復戦としているのがこれである。旧敵に対する処遇を公言するときのスレイターの様子から判ずるに、彼と光るそのものとは同類らしい。夢の中ではこの男も光るものであり、敵と同じ種族に属するのだ。彼が幾度も宇宙を通して飛ぶとか妨害物は片端から焼き尽くすとか繰り返す剣もこの印象を助けた。だが、これらの考えは全くもってふさわしからぬ田舎言葉で語られたのである。こういった状況から、夢の世界が実在するとしても、そこで思考を伝達する媒体となっているのは音声言語ではないと思われる。この過当な肉体に宿る夢の精神が、鈍くたどたどしい舌を通じては口に出せぬ内容を語るべく絶望的に身もだえしているなどということがあり得るのだろうか?私が対面しているのが知性を持つ放射体で、それを見出して聞き取ることさえできれば謎を解き明かしてくれるなどということがあり得るのだろうか?先輩の医師たちにはこういったことは話さなかった。中年というやつは懐疑的、霊障的で、新しい考えを受け入れたがらないからだ。それでも、最後は研究所のトップから、君ハコンを詰めすぎているから気を休めるようにと、彼らしい父親めいたやり方で警告される始末だった。私はかねてより、人間の思考は基本的に原子ないし分子の運動からなり、熱や光や電気と似たエーテル波のエネルギーに変換しうると信じてきた。この信念に基づけば直ちに、適切な装置を用いればテレパシーや精神感応が可能であるはずだという考えに至るのであり、学生時代に送受信機を1台製作してあった。ラジオ時代以前の荒っぽい無線電信に利用された武骨な装置に類似したものだ。同級生相手に試してみたものの色良い結果は得られず、直に私はそれを放り出し、また使うこともあるかもしれないと思って他の科学的ガラクタと共に転がしておいた。今、ジョー、スレイターの夢の生活に分け入りたいという強烈な願望から、私はその装置を探した。再びそれを動作可能な状態にしてからは、テストの機会を逸することはなかった。スレイターの暴力的な発作が始まるときはいつでも、送信機を彼の額に、受信機を自分の額に当て、知性エネルギーが持つであろう種々の仮説的な波長に合わせて慎重に調節した。伝送に成功したとして、思念、印象のエネルギーが私の脳にいかなる反応をジャッキするかは予想だにできなかったが、自分がそれを検知し、解釈することができるはずだと強く感じていた。それゆえ私はその本質について誰にも知らせないまま実験を継続したのだ。ついにそれが起きたのは1901年の2月21日だった。何年も経ってから振り返ると、それがいかに非現実的に見えたかわかるし、フェントン・ロー医師が全部君の興奮しやすい想像力の結果だよと決めつけたのも半ば無理からぬことだとも思える。覚えているが、彼は実に親切にかつ忍耐強く私の話に耳を傾け、しかしその後私にトランキライザーの粉末を与え、半年の休養を言い渡したのだ。私は翌週から休暇に入った。運命的なその夜、私は激しくうろたえていた。極めて手厚い治療を受けていたのにもかかわらず、ジョー、スレイターは間違いなく死につつあったからだ。山の自由な生活を失ったからかもしれないし、あるいは脳内の混乱状態がどちらかといえばトロイ彼の身体の限界を超えてしまったからかもしれない。だがいずれにせよ、彼の生命力は退化した肉体の中で風前の灯火になっていた。末期が近い彼は軽眠傾向を示し、闇の蝶が降りると共に乱れた眠りへと落ち込んでいった。彼が眠る時のお決まりになっていた拘束を、
しかし私は着せなかった。彼はあまりにも衰弱しており、仮に死亡する前にもう一度精神障害の発作を起こしたところで、危険なことはあるまいと見ていたからだ。代わりに宇宙、ラジオ、の両極を彼と私の額に当てた。無駄とは思いつつも、わずかな残り時間の中で無限界からの最初で最後のメッセージを受け取ることができたらと願っていたのだ。二人以外の在室者はどこにでも転がっているような看護婦が一人だけで、装置の目的も理解しておらず、私の所業を問いただそうともしなかった。数時間が経過するうちに、彼の頭はふらふらと眠りに落ちていったが、私はそっとしておいた。一人の健康な女と一人の瀕死の男が発する律動的な呼吸音に、私自身もいつしかうとうとしていたに違いない。私を目覚めさせたのは不思議な楽の音だった。甲骨の和音、ビブラート、音色が四方から情熱的に響き、突然湧き起こった究極の美の本流が私の目をうっとりさせた。どうやら空中に浮かんでいる私の周囲を、生きた炎でできた壁、円柱の群れ、大輪が取り巻き三千と輝いていた。生きた炎が伸びる先は果てしない上空にそびえる急流付き円街であり、その異様たるや言葉にできないほどだった。この大いなる宮殿の光景に混じって、いやむしろ万華鏡のごとく入れ替わりに、広々とした平原と優雅な渓谷、高い峰々、誘い込むような岩穴の姿がちらちらと現れ、我が愉悦の目が知る限りの美の要素が隅々まで行き渡り、物質である以上に精神的な、何かエーテル界のきらめく過疎的な存在を形作っていた。それを見ながら私は気づいた。私の頭脳それ自体に、これらの小悪的なメタモルフォーゼに至る鍵が備わっていることに、それは眼前を行き交う光景の一つ一つが、変容しつつある我が精神が気球してやまないものだったから、この天上界に、私は異邦人として交わっているのではなかった。目に入る一つ一つが、耳に入る一つ一つが、私には馴染み深いものだったから、あたかも自分がそこに遥か永劫の過去から降り、この先も無限の時間を過ごせるかのように。その時、まばゆいばかりの光の兄弟が寄り添い来たり言葉を交わした。魂と魂の会話。音を用いぬ完全な思念の交換だ。勝利の時は近づいている。そうではないか。我が友なる存在はある対抗物への仮初めの束縛からついに解き放たれ、再び捕らえられることなく、忌むべき暴君を追ってエーテルの果てまでも飛び、天界を震わす宇宙的報復の炎を燃やそうというのに、このようにして私たちはしばしの間浮遊していたが、気がつくと周囲のものが幾分ぼやけ、薄れてきた。何らかの力が私を地上へと、何よりも帰りたくない場所へと、呼び戻しているようだった。寄り添う姿もまたこの変化を感じ取ったらしい。それは徐々に会話を終結へと導き、この光景を終わらせるべく準備を始め、私の目から姿を消していったが、その速さは他のものよりも何かしら遅かった。さらにいくつかの思考が交換され、私は光の兄弟と私とが再び束縛されることを知った。だが、兄弟にとってはそれが最後の機会になろう。惑星上のその哀れな殻はほとんど消耗し果て、一時間もしないで我が友は自由の身となって敵を追うのだ。銀河を渡り星々を越え、無休の果てへと。瀕死の患者がもぞもぞと動くのが見え、明瞭なショックを受けた。光の情景は薄れゆき。私はなんとなく顔を赤らめながら飛び起きると、椅子の上で背筋を伸ばした。ジョー、スレイターは確かに覚醒しつつあった。おそらくは最後の目覚めだ。より司祭に見ると、土毛色の方にこれまで存在しなかった夕食の母マダラが出現していた。唇もまたいつもと違ってきつく結ばれており、スレイターよりも強力な人格によって闘魚されているかのようだった。ついに顔全体が引き締まり、目を閉じたまま頭をぐらぐらと振った。私は居眠りを決め込む看護婦を起こさず、若干ずれていたテレパシー、ラジオ、のヘッドバンドを調整し直し、
夢見人が残さずには済まないかもしれぬ別れのメッセージを待ったのだ。矢庭に顔がこちらを向き、両目が開いた。それを見て私はポカンとしてしまった。ジョー、スレイターというキャッツキルの愚物だったはずの男が、総合に私を見据えている。そこには光があった。見開いた目の青い色がかすかに深くなった。その目には編集狂も大英も見られず、今この顔の背後には生き生きと活動する工事の精神が宿っているのを確かに感じた。まさにこの時点において、私の脳髄は、自分自身に外部からの確固たる影響力が及んでいることに気づき始めた。思考をもっと集中させようと私は目を閉じた。それは報いられ、私はついに長年夢見ていた精神的なメッセージを得ることに成功したのだ。それぞれの思考は伝達されるが早いか私の心の中に現れ、言語を仲介させていないのにもかかわらず、概念と表現との習慣的な連関が強力だったため、あたかもメッセージを普通の英語で受け取っているかのように思えた。ジョー、スレイターは死んだ。眠りの壁の彼方から心を石化させるような声ないし作用がやってきた。私の目は恐れに震え視線の病床をさまよった。だが、青い目はなおも穏やかに光り、顔つきは懸疑に動いていた。彼は死んでよかったのだ。宇宙的存在の活発な知性を担うにふさわしくなかったからだ。そやな身体はエーテル界の生命と惑星上の生命との間で必要な調整を行うことができなかった。あまりにも動物的であり、あまりにも非人間的だった。しかし、キ君が私を見出すに至ったのはまさにその欠点を通してなのだ。宇宙的精神と惑星上の精神とは本来決して出会わぬものなのだから、彼は私の漆黒であり、キ君の惑星での時間にして42年というもの、昼間における私の監獄だった。夢を見ぬ自由な眠りの中でキ君自身がなるところの存在。私はそれに類似した存在だ。キ君の光の兄弟であり、共に三千たる谷間を飛んだ。キ君の覚醒中の地上人格に対して、キ君の真なる人格のことを告げるのは許されておらぬのだが、我らは皆、大宇宙の放浪者にしてなユタの時代をまたぐ旅人なのだ。来る年には私はキ君が古代エジプトと称する地に住まいするかもしれぬし、三千年後に現れる無慈悲なツァン、チャンの帝国におるかもしれぬ。我ら二人は赤きアークトゥルスをへめぐる諸世界をたゆたい。木星の第四衛星を闊歩する昆虫型哲学者たちの身体を宿としたこともある。地上の人格のいかにわずかしか知らぬことか。その生命を、その広がりを、静音さゆえに知り得ぬことのいかに大なるか。圧政者については語れぬ。キ君ら地上の者も、なんとなくその遠き存在を感じ取っている。キ君らは知らず知らずにかの瞬く光状を魔星アルゴルと名付けているではないか。この圧政者への仇討ちこそ、私がこれまで肉体という枷の中でいたずらに永劫の時を重ねてきたものだ。今宵私はネメシスとして行く。天地を揺るがすまで燃え盛る復讐心のみを胸に、魔星のそばにある私を見ていてほしい。これまでだ。ジョー、スレイターの死体が冷え硬直していくがゆえに、私の願い通りにそやな脳髄が振動を停止せんとしているがゆえに、キ君は大宇宙における友人であった。この惑星の上では唯一の、病床に横たわるこの不快なる姿の中に私を感じ、求めてくれたただ一人の友だ。我らは再び出会うだろう。それはおそらくオリオンの剣の輝く霧の中で、あるいはおそらく戦士時代のアジアの荒涼たる平原の上で、おそらく今夜の思い出せない夢の中で、おそらく永劫の時間が過ぎ太陽系が消滅した際に異形の姿として、ここで思念の波はプツンと切れ、夢見人の、死者の、と呼んでもいいのか？青い量の目は魚のようになった。半ば呆然としてベッドに近寄り腕の脈を取ってみたが、すでに冷たくなっていた。頬は再び青白み。厚ぼったい唇はだらんと開き、対抗した状。スレイターの虫食いだらけの剣士を嫌ったらしく見せつけていた。私はブルブル震えながら、おぞましい顔を毛布で覆い、看護婦を起こした。
そして病室を出ると声もなく自室に戻った。どういうわけか眠りを切望していたのだ。そこで見た夢を想起し得ない眠りを。クライマックスはどうしたって?平易な科学の物語がそんなレトリックを鼻にかけるものか。私は単に自分が真実と見たものを記したのみであって。諸君はそれを好きなように解釈すればよい。すでに認めたように。王弁であるローフェントン医師は私の話の現実性を端から否定している。彼の宣告によれば私は神経をやられてしまい、長期休暇を要するのだそうだ。その間の給料は全額出してやるから、とありがたくも言ってくれた。専門家としての名誉にかけて、ジョー・スレイターは低級な編集教患者に過ぎず、彼の幻想的な話は代々伝わる粗悪な伝説によって来たるものであり、さような伝説は最下級の共同体にも出回っているのだ。と、彼が語ったのはこれだけだった。だが私はスレイターが死んだ夜、星空に見たものを忘れることができない。私の目にはバイアスがかかっていると思われないように。この最後の証言に他の方のペンを加えることとしよう。それは諸君の期待するクライマックスに当たるかもしれない。以下は著名な天文学の権威たるギャレット・P.サービス教授がペルセウス座神星について書いたページから逐語的に引用するものである。1901年2月22日、驚くべき神星がエディンバラのアンダーソン博士によってアルゴルから遠からぬところに発見された。以前にはこの場所に視覚的に認知可能な星はなかった。この新入りは24時間のうちに高度を増し、カペラをしのぐまでになった。この星は 1.2 週間で目に見えて暗くなり、数ヶ月後には肉眼では見出しがたいほどになった。